あれ、美咲くん、どうしたの？珍しいわね。それね、実は私も今考えていたところなんだけど。とりあえず本人の意思って大切だと思うから、一応エリナに聞きに行かない？美咲くん、それはしょりすぎ。エリナは朝、目覚ましはどうしているの？時々バラバラ破壊されてます。犯人はタロちゃんですか？犬違います、狼です。それに名前シロと違います。と、タロのことは置いておいてね。エリナは朝どうする？やっぱり一人じゃ起きられない？今までさゆきが起こしてくれたですが、しょうがない。さあ、明日から私が起こしに来ます。
でも私がここにいるのは来週までだからね。さゆきちゃんがそれまでに退院してこなかったら、再来週からはエリナ一人で起きなくちゃならないの？大丈夫？私も協力するから、一人で起きられるよう努力してみましょう。はい。うん、いい返事。期待してるわよ。
すぐに起きてくれるといいのだけど。話は後。ほら、エリナも急いで靴を履く。行ってきます。行ったわよ。行ったけど。疲れもするわよ。だってエリナを起こすのって思ったより大変なんだもの。最初は体を揺すったり、本を軽く叩いたりしてたんだけど、やっぱり起きなくてね。仕方ないから、布団を引き剥がしてエリナをくすぐってみたり、転がしてみたり、柔軟運動させてみたり、いろいろ試してみたのよ。
何でもいいからとにかく起きればいいやって思って。笑い事じゃないわよ、まったく。あの子起こすのに1時間近くもかかっちゃうんだもの。明日からはもっと早起きした方がいいのかしら。おはようございます。みずき、おはようです。うささん、おはよう。そのようですね。兄様、作ってきました。お弁当です。では。ナケミンです。え？はあ、毎朝こんな具合なのかな。
何人ごとみたいなこと言ってるのよ。美咲くんもエリナを起こすいい方法考えてよね。妙に自信ありげだけど、本当に大丈夫なの？念のために聞くけど、どんな方法？寝技はなしよ。エリナスカートだよ。うん、バカ。やっぱりバカ。怪我したらどうするの？そうね。私ここで授業。早くもここでは今週2度目の授業なのよ。これから？じゃあもう行かないと。
そっか、もう2回目なのよね。美咲くん、どう？今日の3時間目、授業してみる？いいも何も、君、何しに来たわけよ。ホームルームでも毎日顔を合わせているクラスだし、なんとかなるでしょう。1984年、島根県高神谷遺跡からそれまでの銅剣の発見総数約310を上回る358本もの銅剣が一括出土しました。これまで島根県、出雲の国では青銅器はほとんど出ていませんでした。だから日本書紀や古事記の神話が出雲中心に書かれていることについては、これまで架空の物語だと考えられていたのですが、このことは出雲の実在性を高め、その上邪馬台国から大和朝廷へというこれまでの単純な図式では説明がつかない事態を生み出すことになったのです。末永教頭、興奮すると声大きくなるのよね。言葉ですが、彼女たちは明らかに周囲の遠征たちの勉強の妨げとなっていました。授業妨害とは言いませんが、それに準ずる。
末永教頭もいろいろと難しい立場だから。でもなんとなく見えてきたような。何ですか、特別な遠征って。そんなものあっていいのでしょうか。教師は全ての遠征に平等であるべきだと思います。ちょっとね。だって当たり前じゃない。教師が一人の教え子を特別扱いなんてできると思う？私もよくわかんない。私、あの子に嫌われてるのかな。初めて顔を合わせた時もすごい形相で睨まれたのよね、私。